鳥栖とと市の住宅で19歳の男子大学生が両親を刃物で切りつけ殺害した事件で両親の死因はいずれも失血死だと判明しました <noise> 逮捕された福岡市に住む19歳の男子大学生はおととい鳥栖市江島町の住宅で50代の父親と40代の母親を刃物で切りつけるなどし殺害した疑いが持たれています 警察によりますと2人の体には複数の刺し傷や切り傷があり司法解剖の結果死因はいずれも失血死だったということです警察は今日男子大学生を佐賀地方検察庁へ送検する予定ですまた九州大学は昨夜容疑者の男子大学生が九州大学に通う学生だと明らかにし今後事実関係の確認を進め 詳細を把握の上厳正に対処するとコメントしています。